速稼塾の久保です。まあ見慣れたこの顔ですけども、西村経済担当大臣ですね。まあ、この方がね、テレワークで出勤者7割削減を目指す考えっていうふうに言われています。まあ考えるのは自由でいいんですけども、現実的にそれが可能なのかどうかってことをちょっと考えてみたいんですよ。これはね、 NHK の1月5日21時51分の報道なんですけども、西村経済担当大臣は、まあ表題に言われてる通りですよね、7割出勤者を減らすってことなんですけども、東京ってのはね、やっぱりオフィスでお勤めになってる方が多い感覚がありますから、こういったテレワークとかでできるんじゃないかなっていうふうに単純に脳みそちょっといっちゃってるとね、考えちゃうんですよ。でも実際どうなのかなってことを考えてみますよ。テレワークにはそれなりの設備が必要ですよね。いきなりテレワークを在宅でできるわけじゃないんですよ。例えばね、ヘッドレストを買わないといけない人もいるでしょうし、それからテレワークに関するズームっていうものをね、ログインしたりとかアカウント取ったりとか、それから入金しないといけない人もいるかもしれません。インターネットの環境を整えないとなっていうふうなミドルエイジの方もいらっしゃるでしょう。まあそういう問題もあるんですけども、実はね、もっと深刻な問題がそこにあるんですよ。ちょっとこれを見ていただきたいんですけどもね、これが何かと言いますと、実はですね、まあ東京全国、東京をはじめとする食料自給率ってものを表した図なんですよ。ちょっとね、ここ見てください。東京都の食料自給率です。東京都の主要作物別の自給率は 0.5% から 6.4% と非常に低いね。北海道は食料自給率 183% に対して最下位の東京は 1% にしか過ぎないわけですよ。下手したら 1% もないわけですよね。これがどういったことを意味するかっていうと、今ね、みんなでテレワークしちゃって、例えば7割の人が出勤しなくなりましたってなると、じゃあ誰がねコンビニで働いて、誰がスーパーに商品を陳列して、誰がトラック運転して食べ物を他の県から東京都に持ってきてくれるんですかってことなんですよ。食料自給率が 1% ってことは100人中1人しか食べられないっていうことにもなりますし、もちろんカロリーベースなんでね、単純に計算はできませんけども、いや今ね、東京で畑をやったり田んぼをやったりしてる人が極端に少ない中で、食べる人は極端に多いわけじゃないですか。1000万人以上いるわけですからね。このバランスの中で、じゃあみんなでテレワークしましたっていうことになっちゃうと、一体誰がね、食料品を加工してくれるんですかと、食料品を持ってきてくれるんですかと、食料品を販売流通させてくれるんですかってことになっちゃうんですよ。ウーバーイーツってのありますけども、まさかね、県外から長野県とかね、それから仙台市からウーバーイーツしてくれるのかって話ですよね。いや、この辺考えていくと、本当に西村さんが、経済担当大臣がテレワーク7割とかを言っちゃって、本当に7割になっちゃったら、7割がねテレワークになっちゃったら、みんな飢え死ぬってことになると思うんですよ。結局テレワークって言って、自分の自宅から出かけないとかね、オフィスにいたままで仕事ができるとか、在宅ワークがこういったインターネットの環境でできますよっていうのは、多数の食料品とか上下水道、電気、ガス、インフラ、こういったものを整えてくれる人が、自分たちの知らないところで朝出勤して夜帰ってきて、そして現場に行っちゃいろんなトラブル抱えて、法人に出かけて行ってビルメンテナンスして、そういったことを繰り返してくれてるからだと思うんですよ。じゃあ一体ね、そういうふうにテレワークに切り替えられる人が全体の東京都もしくは首都圏の人口の何割いるかってことを考えて言ってるのかなと思っちゃいますよね。どこだったっけな、これか。だからこの方がぼーっとしてるのは、結局は会議室の中で喋ってるからこういう話になっちゃうんですよ、ね、テレワーク中とか言ってね。完全にこの IT の会社だったらそのままテレワークに移行もできるでしょう。でもどうなんでしょうか。最後こういうふうに締めくくられています。西村大臣は宣言を解除する基準について、いろいろな指標がステージ4からステージ3に下がってくれば解除が視野に入ってくるという自然な考え方というか、視野に入ってくるって何なんですかね。そんな解除も宣言も最初から視野に入ってるっていうの、ステージ1でも2でも視野に入ってるっていうの。ステージ3では視野に入るじゃなくて宣言するとかね、ステージ4ではもう緊急事態宣言をもう実施するとかね、なんかそれしかないと思うんですよ。視野に入るって何なんですかね。だからこういうところからもね、この顔がだんだんね腹立つんですよね。腹立っちゃいけないんですけども、この人も大変ですよね。でもね、
で結局これ専門家の先生方の意見を取りまとめてここで言ってるだけですし、西村君これをちょっと読んできてくれって言って指示されてここで言わされてるだけでね、傀儡なわけですよ。要するに叩かれ役なんですよね。私たちが憎しむべきはこの西村経済担当大臣ではないんですよ。実はこの人の裏にいる、まあ二階幹事長なのか菅総理なのか分かりませんけどね、麻生財務大臣か、全部あの人が悪いんですね。全部麻生財務大臣が悪いということで、今回のレポートはいつものね麻生節で、締めさせていただきます。まあ本当食料自給率 1% ってことを東京都にお住まいの方ね、これは一言じゃなくて考えないと、災害が起きた時に食料を運んでくれる人なんてもういなくなりますからね。飢え死んで終わりですからね。本当にご用心ください。東京になると食料を確保するようなスペースもないと思いますから。私ら地方なんで、例えばね、自宅の家6畳とか8畳1個を全部食料貯蔵庫にすることはできるんですよ。で地方のスーパーとか混雑もほとんどないですしね。だからね、首都一極集中型っていうのは実はものすごい甚大なリスクを抱えてるんじゃないかなと思っちゃうんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。今回はね、食料自給率 1% ってことをテーマに、西村経済担当大臣がテレワークで出勤者7割削減を考えているっていうことがね、いかにトンチンカンなことかってことをお話してみました。皆さんからのお考えもお待ちしております。ちなみに食料自給率の PDF なんですけども、動画概要欄にね URL つけておきますので、そちらをご覧ください。合わせて今回のこの西村経済担当大臣の、ね、顔写真がありますけども、こちらの元ネタも NHK の URL 下の方につけておきますね。よろしくお願いします。じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。